ボラをさばいて、身は漬けにして、アラは味噌汁にしていきます。この内臓にウスと呼ばれるものがあるので、後から見てください。まずは鱗から取っていきます。鱗取りで取りきれなかった部分は包丁で取っていきます。鱗を取り終えたら、頭と内臓を取っていきます。まずは、このエラの内側にある膜を切っていきます。そして、付け根を切ります。そうすると、このようにエラと内臓がきれいに取れます。ボラの内臓はこのようになっています。エラと内臓です。今回のボラはメスなので、このように卵巣が入っていました。これは大きくなると、カラスミの原料になります。そして、ボラの美味しい部位として、ここにウスと呼ばれる部分があります。この部分は、鶏の砂肝のように美味しいです。ボラの血合いをきれいにしていきます。
腹の内側に、膜があるので、ここに切れ目を入れます。そうするとこのように血が出てきます。ここを洗って、きれいにします。腹の内側の黒い部分も取ってきれいにします。このように内臓が残らないようにきれいに洗います。内臓を取り終えたら、きれいに拭き取ってからさばいていきます。頭を落としていきます。それでは三枚おろしにしていきます。リクエストがあったので、アラのぶつ切りとカブト割りをしていきます。ボラのアラの臭みを取るために塩を使います。この状態で30分ほど置いて臭みを取ります。その後、霜降りしていきます。塩を振って30分置いたボラのアラを霜降りしていきます。熱湯を用意します。そこに表面が白くなるまで湯通ししていきます。このように色が変わったら取り出します。冷水で冷やします。
霜降りしたアラをきれいに洗って、ぬめりや鱗、血合いなどを取っていきます。霜降りしてきれいに洗い終えた状態です。この下処理をすることによって生臭みのない料理が出来上がります。霜降りしたアラを水を張った鍋に入れていきます。一度、霜降りしているので、沸かしたお湯じゃなくても大丈夫です。ここに日本酒を入れます。で、火にかけていきます。骨からじっくり旨味を出していきます。沸いてきてアクが出てきたら丁寧に取り除いてください。アクを丁寧に取っていくと、このようになります。だいぶ油が浮いています。ここに味噌を溶いていきます。今日のあら汁は味噌仕立てです。これで、あら汁の完成です。これで、骨のない状態になりました。次に皮を引いていきます。
あとは、刺身に切っていくだけです。柵にした身をキッチンペーパーに包んで冷蔵庫で保存していた状態です。こうすることで、無駄な水分が抜けて美味しくなります。それではボラの柵を使って刺身にしていきます。はい、これでボラの刺身の完成です。刺身で余った柵を漬けにしていきます。自家製の琉球のタレです。酒、みりんを沸かして1対1。そこに醤油を1を加えて昆布に漬けたものです。結構たっぷりめにかけた方が良いです。ここにごまを加えていきます。この状態で保存しておき、食べるときに薬味を、添えれば完成です。それではボラの琉球を盛り付けていきます。はい、これで琉球の完成です。
ボラを使った最後の料理になりますが、このウス、ヘソとも呼ばれますが、これとこの卵巣、カラスミの元ですね。これを使って料理をいろいろ考えたのですが、焼きたてを食べたいので、焼肉のように、軽く焼いて食べたいと思います。こちらは、刺身でも食べれるので、軽く、炙って食べます。まずは塩を振っておきます。もうこちらシンプルに、塩焼きです。で、身の方ですが、焼肉のように切っていきます。そして味付けですが、ニンニクをすりおろします。次に塩を入れます。胡椒を入れます。で、七味を入れます。そして、刻んだネギを入れます。で、ごま油を入れます。これで混ぜれば完成です。焼肉で言うとネギ塩だれみたいなものです。それでは、ボラの刺身、ボラの琉球、ボラのあら汁をいただいてみたいと思います。まずはボラの刺身からいただいてみます。癖もなく、適度に脂も乗っており、美味しいです。
次に大分の郷土料理、琉球を食べていきます。いつもはカボスを使っていますが、カボスがなかったのでレモンを使用しています。琉球は、酒のつまみにぴったりです。少し甘めの漬けになります。飲んだ後の締めは、ボラのあら汁で締めます。見ればわかると思いますが、ボラの脂もちゃんとあります。丁寧に、下処理したので、臭みもありません。お好みで七味を加えても美味しいです。それでは、ウスと卵巣から焼いていきます。それでは、ウスと卵巣も美味しく焼き上がったので、いただいてみたいと思います。まず卵巣から。次に、ボラ1尾につき1個しかないウスをいただいてみます。
歯ごたえがあり非常に美味しいです。非常に美味しいので、ぜひ試してみてください。